どうもお疲れ様です。早畑です。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。で、今日はですね、ここに出剣台2つほどあるんですが、これを使って、前回、増やした村人さんたちに、村人さんたちをお部屋に案内したんですけども、そこで出剣台を使っていきたいと思います。できた村人は確か普通の村人なので、こっち側が増設した村人になるのかな。じゃあ奥の方からやっていきましょうか。どうしようかね。こうした方がいいのか。で、ここに置いて。あ、違うわ。この人っていう確定がないわ。させないといけないですね。どの日かの村人さん、この人か。無職になってる気もする。この人ですね。シルクタッチ1。じゃあここら辺がいいかな。で変わるでしょうか。変わんない。あれ。あれ、ここの人じゃなかったっけ。変わりませんね。他の人は変わったんですか。どっか無職がいるか見てみましょう。いないですよね。無職いないですね。無職無職。あれ、無職の人いますか。この人無職じゃない。この人違う。いないですね。あれ？この人しか変わってないけど。あ、変わった。ね、取ったら変わらないのか。本棚か。本棚。まあ、ここら辺ちょっと気になる。本棚売ってもらえる人がおったら便利か。本棚売ってもらう人、じゃあここに一人作っといて、エメラルド持ってきますか。ちょっと固定しないといけないですね。エメラルド、本棚固定をして、しかも M1 の本棚ですからね。そりゃ固定しなければ。はい。じゃあ本棚打ってください。で、これは飛び道具にか。まあまあまあ。その他なんかあるの。あ、ここ16、何か、まあ、ちょっと、なら、せっかくなんで、本棚、さっき買った本棚を、ま
またエンダーマン湧いたな。高いんかな。高いんかな、やっぱり。よし、じゃあこれを攻撃してみましょう。え、何やった。は、何これ。はん、なんだ、どういうこと。なんか見たことない本が、何なんでしょう。一個ちょっと買っといてみよう。なんだ、レンダーマン、なんでそんなに湧いた。困るんだよ、そこにいきなり隣に出てこられちゃ困るんですわ。なんだこれ、見たことないぞ。こんなあったか。なんだろうこれ、なんなんでしょうか。ちょっと待ってくださいよ、なんなんだ。何なのか分からないですが、何なんだろう。ちょっと預けとこう。いつ何に使うのか分からないです。他にも増やしてみるか。ならば、あとは誰が変わるかな。エンダーマンを閉じ込めてるわけではない。どっか次変わってるとは思うんですが、分からない。あ、この人だ。そういうことか。寝とったら判断。ああ、そういうこと。寝とったらあれなのか。ということはこうやって起こしたらみんな戻っていくんだ。村人に一旦していくには、寝とる村人を起こせばこうやってリセットされるってわけか。どういうことか。じゃあちょっと待ってよ、もしかしたらいけるのか。これ起こせばいいんでしょう。本棚さん、いりません。あ、うん、いらません。
本棚さんはいりませんね。変わるのが遅い。ここの位置が気になるけど、この人は本棚さんでしか売ってくれないらしいです。あなたは本棚さん一緒じゃないですか。本もさん、うん、あ、本、最初に来るのは本棚と来た。じゃあここの人、まあ一緒だと思うんだ。本棚を見て安い村人さんを3だね。みんなあの人だけ1なんだ。いいやつを引いたな。うん、多分この中にまだ1の人がいるってことだよね。なんだこれは。貫通、貫通。おお、頭で本をくれる方がやってきたよ。今度は14、落下耐性。あー、ちょっと待ち。次の方。あれ違う、この人変わった。起きたけ変わったわ。どっか違う人があったね。この人じゃない。どこだ、この人か。ちょっと見てみよう。落下耐性、うん、どうなんだろうね。初見だよ。まあ初見だい。この人でしょ。ちょっと無限ね。無限に打つことはそんなにない、ね、どっちかといえば。なんだ、次は貫通。もしかしもう変わったのかな。ほんならさん高いよ。あっこの村人さんを見習ってください。だから帰っていってるでしょうか。はい、今度は12、爆発耐性。はい、激流。あ、激流か、激流か、激流ね。しようかな。激トライデント。次虫特攻、虫特攻です。続いては、はいはい、フレームやだね。これはやだね。やだね。あ、トゲの鎧。ここにちょっと8とか低いのがあるんだけどね。
ないやつとか出ないかな。はい、次は爆発再生。違うな、紙か、紙だね。じゃあ紙製造機ではないけどサトウキビスから持ってこよう。はい、よし、ここで、紙を作っていきましょう。射撃ダメージ、うん、どうしたもんかね。うん、初見だよ。もう一個作ってそう。よし、次の方。どこだ、この人か、この人でいいのか。ああそうか、するに紙がないんですが、紙が欲しいね。紙が欲しいですね。よし、ということはあれを持ってくるしかないか。そういうことですか。はいはいはい。さっき手に入れた、違反って書いてあったかな。なんかそんな感じのエンチャントボン。あれメースの武器らしいですね。今あの前暮らしてる友達に LINE で聞いたら、
メースの武器ってきました。メースか、うん、まあメース持ってないからまだいらないんですけど、初期地点さん、はいはいはい、どう、戻しておきましょう。これで一旦は。よし。ほいほい。で、紙をこんだけ手に入れとけば。あとあとなんとかなるでしょう。いや、寝た。夜か。夜なのか。ということは、どこでしたっけ？ここ？ここじゃない。ここじゃない。あ、僕まだ初見台持ってる。どっちかといえば、この隣がいいですよね。トリスだったら固定がしやすいという、うん、違います、本棚でございません。はいはい、本棚じゃないんだな。はいはいはい、本棚しかないのかって言うんですよ。本棚だったらもうちょっと安い本棚の方がいいんですが、お、なんか来た、虫特攻、虫特攻か、火炎耐性、火炎属性か、これ火炎属性だっちゃったかな。フレームが弓でしょ、剣だった気もするんだよね、剣だな多分。これに決めよう。で、下に出てきたのは何ですか？ノックバック。ここもノックバック1で。まあ、いいでしょう。レガラス。うん。OK です。さてさて、こんなもんかな、今日は。だから、この、剣につけれるってことですね。というわけで今日は、村人に村人さんを就職させて、まあエンチャントボンの、村人さんを売ってくれる村人さんを作ることができました。まだそこまでいい、まあ、エンチャントボンではございませんが、他にもいろいろとやっていい村人さんを作っていきたいと思います。
それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。